皆さんこんにちは、B レジェンド染田です。本日はこちらストリートファイター5コラボ BCAA ドリンクですね、スーパーアミノフロージョンチュンリーの百裂客風味、こちらのレビューを行っていきますよ。この動画見てくださったお客様はご存知の方多いのかもしれないんですけれども、第1弾のプロテイン可動犬風味は乳酸菌飲料をイメージした味になっております。で、第2弾の恐竜犬風味はクランベリー風味。今日のこちら BCAA ドリンクアミノフロージョン百裂客風味は一体どんな味なのか、早速飲んでいきましょう。パウダーが少し青っぽく、この色合いもしかして波動拳みたいな色になるのか。このアミノフロージョンは水がね400から600に対してスプーン1杯入れてくださいっていう形なんで、今日はねこちらのシェーカー 400ml に入れてスプーン1杯分で作っていきたいと思います。僕はね結構薄くね飲みたいタイプなんで、あの水を結構多めに入れて1杯入れちゃったりしてるんで、水の量が増えても減ってもそれは全然問題ないんで、ご自身の好みで調整してください。スプーン山盛り1杯入れていきます。お、すっごい青くなっていますね。さあどんな色になるんでしょうか。ローリングシェイク、お、青だった、青だった色が緑に変わってしまいました。 BCA ドリンクって結構ね溶けにくいものが多かったりするんですけど、あの粉入れてシェイクしただけでもうほとんどしっかり溶けてますね。わかりました、これはあれですね。じゃあちょっと早速いただきます。デリシャス、うまいっすね、非常に美味しいです。今回の百裂客風味、グリーンアップル風味となっております。何に近いのって言われたら非常に難しいんですけど、某 M 社のチューイングキャンディ、あれのグリーンアップル風味、あれにすごく近いんじゃないかなと僕は思います。 BCA ドリンクってかなり苦いものとかもねあったりするんですけど、アミノフロージョンに関しては BCA 独特の苦味とかすごく上手に消せているね商品になっていると思います。そこまで甘すぎもせず、だけどしっかり苦味もうまく消せてるんで、ごくごく飲みやすい BCA ドリンクに仕上がっていると思います。日本人の口に合う味に仕上げられていると思います。一度ね飲んでいただければ、ね、気に入っていただけると思う商品に仕上がっておりますんでね、ぜひ一度お試しいただければと思います。スーパーアミノフロージョンの成分の説明なんですけれども、バリン、ロイシン、イソロイシン、これが BCAA なんですけども、アミノフロージョンはこの3つにプラスしてグルタミンですね、免疫機能の、サポートとかになるグルタミンですね、血管拡張作用があると言われるシトルリンですね、この2つがね入っております。栄養成分なんですけれども、エネルギーが 52.8kcal、 タンパク質が 9.9g、 脂質 0.2g、 炭水化物 2.9g、 食塩相当量 0.6g、 ビタミン B6 0.7mg です。で、含有されているアミノ酸なんですけれども、ロイシンが 3500mg、 イソロイシン 1750mg、 バリンが 1750mg、 グルタミンも 2500mg で、シトルリンが 500mg という栄養成分表示にあります。発売日なんですけれども9月23日水曜日お昼12時から販売開始となっております。で、こちらの方がね 420g で、だいたい1食で 14g 買いますんで、だいたい30食分、1日1回飲めば1ヶ月分になります。気になる価格がこちら3580円となります。 YouTube の概要欄に購入ページで飛ぶ URL 貼っておきますんでね、ぜひ今すぐこちらからねお買い求めいただいて、日々のねトレーニングにご活用ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。